はい、ちょっと、配信してなかったですけれども、これはですね、第二次世界大戦中のドイツ空軍のアビエーションウォッチですね、まあ、陸軍航空隊かもしれない、当時なんで、ちょっと分かる、ナタリスっていうメーカーですね。それほどメジャーなメーカーじゃないんで、まあ、僕もよく知らないですけれども、まあ、購入した時は、まあ、アビエーションウォッチというふうに思って買いました。だいぶ昔のことですね。ケースの形状もちょっと大きいし、まあ、このベゼルですよね。ベゼルの上にこう爪がありまして、これで、回転して、一応、目安をつけられるんですね。メモリを動かせますんで。で、スモールセコンドになってます。もちろん、文字盤は艶消しの黒ですね。で、結構大きめのこうケースで、これはステンレスじゃなくて、まあ、真鍮製のケースに、まあ、クロムメッキしてあるケースですね。だから、なんかそんなに、まあ、作りもいいとは思えない、まあ、当時の、なんていうか、まあ、ドイツ軍らしい時計ですね。で、本当はなんか裏蓋にもっとこう、なんか N なんとかってこう、手彫りで彫ってあるような、あれなん時計なんです。これはなんか腐食もしてあるんで、ちょっとあったのかなかったのか結構わかんないですけど、これはないのかもしれないです。で、まあ裏蓋、これただ番号振ってあるだけなんですけれども、それでこのあれですね、機械ですね。機械は一応、まあメッキがしてある機械なんだと思いますけど、そんなにいい機械じゃないですよ。懐中時計の機械から差して進歩もないような機械で、添付もチラネジついてないですし、雁木車っていうんですか、雁木がなんか、あれですね、回ってますね。ちょっと調べるばかり。なんか、まあ、とにかく、そんなにいい機械とは思ってないですけど、一応まあドイツ軍の、航空隊の、時計ですね。値段がまあ高いんだか安いんだか分かんないですけど、まあ結構素晴らしい時計だとは思わないですけど、まあ希少性はあると思いますね。そこそこ、はい。まあ、バンドもこれはオリジナルかどうかわからないです。はめ殺しのなんかバンドがついてますね。はい。ということで、ドイツ軍の、航空隊用の時計です。アビエーションウォッチ。通称アビエーションウォッチですね。まあそういう時計なんですけど。こんな時計もありました。まあちょっとまた、この運用時計は、まあ一応これで、古いのはやめまして、まああと、ちょっと新しいタイプはあるんですけど、まあ、そこで一応第二次世界大戦ものの軍用時計をやめて、これからクロノグラフをやってみたいと思います。クロノグラフいきます。これからは、はい、これはアビエーションウォッチですね。これドイツ軍のアビエーションウォッチです。